ビクトル・バスネツオフが、ポロベツとの戦いに敗れた、イーゴリ公、イーゴリ遠征物語は、12世紀末キエフルーシの文学作品。日本五百代には、イーゴリ遠征物語の他、イーゴリ軍記、イーゴリ遠征端などがある。イーゴリ遠征物語は、1185年の春に、ノブゴロド・セベルスキー公イーゴリが、遊牧民ポロベツ人に対して試みた。 遠征の史実に基づいた物語である。はじめポロ別に対して勝利し、やがて敗れ、囚われの身となった、イーゴリコが、ポロ別人の協力者を得て脱走し妻ヤロスラブナの、元へ帰るまでが、因律的三文で書かれている。また作者は、祖国の南方ルーシを、このイルボク民の脅威から守るため、諸侯が内紛を止め団結して立ち上がるよう、呼びかけている。 本文は南方の古東スラブ語で書かれており、作者はキエフ人かチェルニーヒュ人であったと考えられる。ロシア文学史上高い評価を受け、アレクサンドル・プーシキンが我が国文学の荒野にただ一つ立つ記念碑と呼び、ソ連時代に出版された日本語訳の解説などでも中世ロシア文学の頂点と紹介される。コフランス語女子史、ローランの歌などと悲見される。 中でも、イーゴリの妻、ヤロスラブナが、夫の身を案じた場面、ヤロスラブナの嘆きは、作品の中でも最も美しい場面として知られる。以下にその歌い出しの部分を引用する。この作品で言及されている日食は、1185年5月1日に、発生しました。現初年代記のイパーチー写本によると、イーゴリは1185年4月23日、 火曜日に、居城のあるノーブゴロド・セーベルスキーを出発し、遠征には、イーゴリの弟フセボロド・スブヤトスラビチ、オイスビアトスラフ、息子ブラジーミルが参加した。5月1日の夕方、イーゴリ軍が、ドネツ川のほとりに差し掛かった時に失職が起こる。良い前兆ではないとする家来たちを拳して川を渡り、イーゴリは、ドネツ川の支流オスコル川まで進み、二日の間、 弟、フセボロドを待った。フセボロドと合流したイーゴリがサリニツア川まで来たとき、ポロ別軍を偵察した石膏が戻り、敵は武装して進軍中であるとの報告がなされたが、イーゴリは退却は死にも勝る屈辱であるとして、進軍を続けた。5月10日金曜日、イーゴリ軍はポロ別の小部隊に遭遇し、勝利を収めるが、 翌5月11日敵の大軍に包囲される。イーゴリの弟で、アレウシと呼ばれたフセボロドの噴戦もあったが、5月12日、日曜日の明け方には、イーゴリ軍は壊滅し、イーゴリら4人の公は皆、ポロ別の捕虜となった。ポロ別軍はそのまま、ドニエープル川左岸地帯まで侵入し、略奪をして引き上げた。6月、捕虜となったイーゴリは、 ポロ別人ラブルの協力により、脱走、徒歩で11日間かけて、ドネツの町にたどり着き、そこから、ノブゴロド・セーベルスキーに帰還した。なお息子ウラジーミルと弟、フセボロドも後に帰国しているが、老い、スビアトスラフの消息は不明である。初刊本のタイトルページ。成立時期は1187年以後と考えられる。原本は現存しない。 最古の写本は1790年代初め頃にアレクセイムー新風キン伯爵が発見し1800年に初官本が交換されたが1812年にナポレオンの侵入によって起きたモスクワ大会において失われた作者は不明であり遠征に参加したかどんな身分の人物でどの都市の出身かについて結論は出ていないなお作者として 具体的な名が挙げられている人物としては、キエフ大公、スビアトスラフの妻であり、ポロツク出身のマリア・バシリコブナが、作者ではないかという仮説がある。その根拠として、イーゴリエン製物語と、聖女、イエフロシニア・伝が共に、ルーシ諸公の闘争を憂う物語であること、イーゴリエン製物語における、ポロックに関する内容は、キエフ大公家とポロック公家の微妙な関係を、 示唆しており、それは、ポロックの事情に精通したものでなければ書けないで、あろうこと、イーゴリエン制物語が、女性の文体で書かれていること等が挙げられている。作品では、民族的、非キリスト教的な描写が多く、スラブ人の神々が賛美される場面が見られる。作者は故郷である祖国ルーシへの愛国心を歌い、外敵である。 ほ別人に対しルーシ諸行の同盟の必要性を唱えている。研究史上では中世時代の東欧文学の傑作とされるが、写本が少ないことから、広代の偽作ではないかという意見も出たことがある。多数の言語に訳され、後世のウクライナ文学、ロシア文学などに大きな影響を与えた。日本語文献外国語文献。ありがとうございます。